昨日から萌田選手 LA 合宿に来ています。今日はアイゼンハワーというコースを、プレーしたいと思います。はい、前回と同様イーブンパー以上賞金200ドル目指して頑張ってください。それと今回は私とのホールマッチに勝ったらプラス100ドル差し上げます。後半で一番難しいパー4、長いパー4です。狙いどころはホテルの、左角、ハンディキャップナンバー2ホールです。フェアウェイ右、ナイスショットです。オッケー、フェアウェイのセンターです。残りまだ207ヤード。左から5番ウッド、ちょっとダフった、ちょっとショート、なんか下くぐったかも、あ、でも転がっていくと思います。頑張れ、持っていけ。はい、オッケー。第3打目、47ヤードまだ残ってます。ティーエンドロップ、ないか、はい、ちょっとだけ大きいかな。萌花選手も同じような距離残ってます。45ヤード、これはショートじゃない？なんかよくわかんないはい、オッケー。残り20メートルぐらい、オッケー。これ選手ボギーパットです。お、痛いダボ。さあ、打ち落ちのパー3です。157、何番、6番。すごい難しいピンポジになってます。バンカーに囲まれた。ちょっと右、まあまあ、あるあるです。ちょっとだけオーバー、 OK。 ちょっと下りのアンジュレーションがきつくて伸びるかな、分からんけど。ちゃった。うわ、結構早かったっぽい。はい、萌花選手バーディーパットですが、私と同じく下りのフックライン、私は3メートルオーバーしてしまいました。私のオーバーしたパットを見てショートしてしまいました。お先行こうか、はい、行く、自信ねえな自信喪失。ナイス、入ったじゃない。ナイスパー、ナイスパー、はい、おー
引っ掛けた。オッケー。フックじゃないし、スライスだ。おお、スライスだったし。14番パー4、真ん中に打ってください。ナイスショー、ど真ん中。OK。 14番ホール第2打目、残り150ヤードプラスアゲンスト上りで160ぐらい。ちょっと左にバンカーでした。残り何ヤードだった？130、145ぐらい。130、140、130、いろいろ入れて130。ちょっと右、ちょっとダフリ。乗ったか、乗ったのは乗ってるけど。はい、3打目。おお、ナイストライ。はい、森川選手バーディーパットです。ナイスパー。はい、パーパットです。曲がんない、ボギーでした。はい、すごい難しいパー3になってます。特に今日のピンポイントは難しくて、手前も右もすぐ行け、右奥です。非常に難しいピンロケーションです。筋ってる、見えない。乗った？いや、あー、手前に乗ってる。これ当たってないよ、頼むよ、越えて、ゴミやめて。あ、でも、カラーぐらい。はい、ちょっと微妙なところからの何あれ、アプローチ。あー、よく見る光景です。あ、うん、悪くない。さあ、萌賀選手パター選びました。スライスラインだと思います。ちょっと大きいか。え、なんかちょっと大きかった。さあ、ピンチが続いてます。パーセーブなるか。ナイスパー。はい、ボギーパットです。あ、ボギー。オッケー。ど真ん中、ナイスショットでした。